はい、どうも。この間夜の繁華街で怖い男の人がすごく喧嘩をしていて、お前顎二つに割ったのか言うてたんですけれど、あらかじめ顎が二つに割れているレオンのような人を目の前にした時、彼は何と言うのでしょう。はい、というわけで今回もバイオハザード RE2 続きの方やっていきたいと思います。ナイフやな、ナイフ縛り、ナイフやな、ナイフっていうゲームではないけど、まあやっていくが。で、今回ボス戦やけど、ボス戦は正直な話、俺は苦戦するつもりはない。いや、つもりはないけど、正直な話どうなるかわからんな。で、まあ核は1個だけ、まあ手榴弾を使えることにするんやけど、まあボスで使うのはちょっともったいないと思うねん。まあこれからピーマン出てきおるし、まあピーマンとこまで俺今回行くかもしれんから、まあとりあえずこれはボスでは使わないな。まあとりあえずこれはいらないから直して、これもいらないから直す。よし、まあ、こんだけだけで行くしかねえな。めっちゃ簡単やん。さあ、ほんなボスやけど、もうこいつはもう攻略を上がってるから、まあ攻略実況になるわ今回。まあ、とりあえずここで腕出せや、まず。ほんでここに待機、ここで待機。もうここでもうね、あのシャッターめくってくるまでここで待っとくねん。で、シャッターめくってきたらもう脇すり抜けていったらいいだけど。なんでやねんお前。あれ、ちょっと待って、これもしかしてアップで入った、アップで入っちゃった感じ、大丈夫です。アップで入っちゃった感じかな。ここ当たらなかったよな、昔アンチだったよな、昔ってかこの前は。大丈夫やろ、大丈夫やろ、大丈夫やろ言うて。痩せてるわ、急にやめてくれ。その当たら、当たら、当たんねんだよ。おい、カメラを、お前、カメラに触んな、お前。何してんの、お前、カメラ触ってくるやん。カメラ触ってくるな、さすがに。ダイレクトアタックやん。あ、来た来た来た。で、ここ、めくってきたら、もうここにも体押し付けとくねん。ここな。大丈夫やな。お前、何やねん、これコントか、お前。新喜劇か、お前。やめろ、そういうの。あいつ生きてたのか。お前がフラグ立てるから生きてんねやろ。で、こいつなんやけど、実はね、ある程度十分体力を削っておくと、クレーン1回でいけるらしいねん。やから、とりあえず邪魔やから、まあ、のかしますやん。さあ、来たな。まあ、でもね、こいつ動き速くなってるから、後ろ取れば勝ちなんやけどな。ああ、ここやな。この、うわーの後や。おい、おい、クライや。ちょっと待てや。ちょっと待てや。まだいける、まだいける。まだいける、まだいける、まだデンジャーちゃうから、まだデンジャーちゃうから。ひるめ、ひるめ、ひるめ。ちょ、デンジャーや、デンジャーや。ね、ある程度体力をもう十分削っておくと、あれなんだってよ。一発でいけんだってよ、クレーン。クレーン、ほんまやったら二発やん。それが一発でいけるようになんねんて。だって、早く早くひるめ。はい、ダウンしろ、ダウンしろ。ダウンしたやん。これ、このままやんねん。このままやっとくねん、もう。このままバチコリやっとく。この前はもう十分やろ、もうええやろってくらいやっとくねん、これで。もうええやろってくらいやっといたら一発でいくと思う。目ん玉赤くなるみたいにな、聞く話によると。まだ赤くはなってないか。もうこれはもう根気勝負やから、俺とお前の根比べ、根比べやから。これは大丈夫、まだファイン。お前な、この防御力アップ先輩舐めてんじゃねえぞ。お前防御力アップ先輩のお前力舐めてんじゃねえぞ。大丈夫、まだ交渉、まだ交渉、まだ交渉、まだいける、まだいける、まだやれるぞ俺は。まだやれる、まだやれる、まだやれる。俺はまだいける、俺はまだいける。波紋勝った。パパウパウパウ、パパウパウパウ。よし、よしよし。これさ、2回ダウン取るぐらいこれガッツリやっといたら、いけんじゃないかな。だから次のダウン取ったら、ほんならクレーン1回やってみるか。もうな、右手の人差し指が釣りそうやわ、もう。やばいぐらい連打してるから俺、ナイフ。あ、目ん玉赤だったじゃん。ちょ、充血しない目ん玉。あ、これ多分いけるわ。多分いけるわ、多分やけど。多分やけどいけるわ。とりあえずもう一回ダウン取らないな、その前に。その前に まずもう一回ダウン取らんといけんわ、工藤。みんなそのついてき方よ。やめろ、プロレスやってんじゃねえぞ。もうちょいこっち来いや、お前。そこでダウンされても困んねん、いろいろとな。そこでダウンされて困んねん。よし、ここや。でもな、この後ろ向きにやってくるやつな。ちょっと待って、まだあるやろ。まだいける、まだいける。もうね、ここで使うに越したことはねえんだよ。ここで使うに越したことはねえんだよって、これおかしいけど、日本語。ひるめ、ひるめ、ひるんだな、ひるんだな。よし、これでいってみよう。もうええやろ、もうええやろってぐらいやったやろ。じっとしてろよ。これな、自分でいったらあかんな。見てこれ、ワープ移動。ワープ、ナイフワープ。これでいくんちゃうか、一発で。一発でいってくれよ。
あ、これ行ったな。行った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 、一発で行ったわ、一発で行った。これあれや、この色になってからやったらええんや。いや、これはええな。やったぜ。またフラグを立てたな、お前。またすぐフラグ、お、ナイフや、ラッキー。めっちゃフラグ立てるやん、ほんで。ちょっとな、まあ、まだビンビンのファンやが大丈夫やろ。いかがわしいことやってるように見えるて。捕まって。調子に乗らないで。てか今気づいたけどさ、エイダ胸元にリボンついてんのちょっと可愛くない？なんでそこちょっと可愛くしてんな。助けたいな。なセクシー路線で行きたいんか可愛い路線で行きたいんか、ちょっとはっきりしてほしいよそこは。じゃあの防御力アップの時間があるからさ、俺もうダッシュで行くぞ。掘っていくスタイル。どうなん、エイダはあの状態でも走ってついてくるんかな。俺なんていう、もう女性に対する全くの気遣い、気遣いが全くないからな。あ、ちょっと待って、どの道エイダがおらんかったら、あ、いけんのかい。エイダワープしてきた。ワープしてきたやん。ここはちゃんとあのタイムアタックに優しくなってんな。お前足大丈夫な、もう。これさ、こんだけボタンいっぱいあって、このレバーだけでいけるってないんな。このボタン全部飾りかってな。ちょっと、こういう風にしちょいただけやん。それっぽくしちょいただけやな、これ絶対に。全部飾りないの。ここのレバーしか使えへんやん、こんなもん。あなたが最後の希望なの、お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする。幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった。このキスが彼の人生を永遠に変えてしまうことになるとはこの時誰も思てへんかったんや。あ、こんにちは。こんばんは。歓迎制度取ってください。その歓迎って絶対違う意味やん。絶対違う意味の歓迎ですやん、それは。え？え、取ってなかったここに落ちてんのかいこれ。そのなんか取りに帰られへんものは絶対どっかで取れるようになってあるんやん。不親切やなと思ったけど、そんなことなかったな。カプコンさんがそんなな、うわ、ゾンビくっさ、もうくっさ、Bゾンのオイニーがゴイスやん、もう。見えんもんな、Bゾンのオイニーが、ほら。Bゾンのオイニーがもう可視化されてもんな。くっさ。くっさ、Bゾンのオイニーがゴイスよ。ここいろいろやばいよな、でも。どうする、どうする。どうするー。ちょっと待って、でもこれどっかナイフあったやろ、この部屋。覚えとんの、こいつ平たい顔やな。平たい顔マン、平たい顔マンやん。え、嘘やん！どっから来た自分。まあ、とりあえず一回食われとこう。一回食われといて、ここで、こけたらしまい。こけたらしまい案件。なんでやねん、お前。なんでお前、エアロスミス、どっから出てきた、エアロスミス、お前。二体まとめて料理してやるよ。三枚におろしてやる。三枚に三枚に降りろ。あ、こっちからも来てる？ちょ、見えへんわ。なんも見えへんわ、俺。おい、じゃあ何も見えへんわ。どこにおんねん。今のうち今のうち。ちょっと待って、この男の方も生きてんのこれ。健康的で美味しい食事。どこにおんねん、どこにおんねん。どこにおんねん。うわ、ホンダやまだ。俺ホンダがいっちゃん嫌いかもしれん。ごめん、あのホンダさん見てたらごめん、ごめんやけど、俺すまんけどホンダが一番嫌いかもしれん。とりあえずこれ掴んで、これ掴まれよ。これ一回掴まれますやん。ちょっと待って、これさ、掴み抜きあったらこいつ触れへんねやん。あ、そういうことやったんや。ほんなら、ちょっと待って、もう一回掴め。食え、俺を食え。俺を食ってみろよ。腹を食わしても知らねえぞ。ただ、掴まれた場合はこうやって、倒れんだ。じゃあ、わざわざな、ナイフ掴まん方がやりやすいやん。この自分の体力犠牲にした方がやりやすいやん。もう、ないやん。ないやんか、もう。ここ、お、あるじゃん。やったぜ。ナイフまみれやん。ナイフまみれ、お前ナイフ何本持ってんねん、お前。手だれの殺し屋みたいやん。手だれの殺し屋って大体ナイフ5、6本ストックしてるからな。なんかここアーマードハゲてます、いでんな。じゃあアーマードハゲてますっては、
あれやねん、ナイフじゃこかせんやろ、やからちょっと強いと思うねんな。じゃあ使えそうだ。ちょっと赤星に赤ハーブな、掴め俺を。とりあえずあのミリしか残ってないナイフはもうピーマンに取っとくぞ。さあデンジャーやけど、まだいけるはず、まだいける。頭狙っていけばいける、いけるいけるいける。ね、起き上がんの、起き上がんなって。行ったんちゃうか、さすがにな。うわー、まだはげてます。やっぱ足とか切れないんだな。いや切れるわ。だいぶガチで辛そうやん。もう目がマジやん、目がガチやん。やばい、これからピーマンやん。うわピーマン畑はまた、うわまたピーマンや。悪夢思い出してるやん、あの悪夢を。頭よぎってるやろあれが、あの悪夢が頭をよぎってるぞ。別の世界線で見た悪夢かな。もうマジか、またあれや、またあれや言うて。ええって、時間かかるわ、あんまに。いや、しかし、ナイフ一本でよくここまで来たよ。まあ、手榴弾一個使ったけど、それでもすごくない?もうこの時点でもう褒めて、もうここで終わりでいいんちゃうの?なあ、ここでもうシリーズ終わりですでいいやん。なあ、俺もだいぶ頑張ったやん。もうここで終わりでいいやん。わざわざあのピーマンいっぱいおるとこまで行かんでええやん。ここでこのシリーズ終わりでも誰も文句言わんよ。まだ一匹だけしかいてなかったはずやから。でもこれナイフなかったっけな。これナイフちゃうの、違うわ。さあ、掴めよ。掴んでこいよ。池だわ。なんでやねん、くたばりやがれ、ピーマン。ピーマンマンがよ、ほんとによ。先行二つはないっすよな。これでだいぶ抜けられんな。赤あったやろ、あったわ。あったあった、よかったよかった。こっちに混ぜて、使っとくか。もうデンジャー使っとくわ。詰まったトイレみたいな声出すな、お前。声が詰まったトイレやねん、お前は。ちょ、俺先行遊びしてるよな、オッケー。はい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 。お疲れっす、お疲れっす。だいぶやったんちゃうかな、この配置。ちょっと待ってな、これ取るから。あの、勝手に戻らんとってな、絶対に。勝手に戻ったら俺、しばくで。しばくで、ね、あの、ゲームをしばくわ。ディスプレイしばくわ。とりあえずお前、掴んでこい。オッケーオッケー。えい、食ってろ!めっちゃいてますやん。ちょ、こっち側から回るか。うわ、なんでおるねんって、ちょっと待ってや!ちょっと待って。これは、今回の手榴弾使うときちゃうか。今日の手榴弾、いきまーす!お疲れっす。お前はもう死んでいる。とりあえずダウンしたやろ。オッケーでもないか。まだ戻らなあかんな。いやー、ちょっとな、使いすぎたな。よし。いや、めんどくせえわ。番号にしとけよな。番号やったら覚えとけんねん。もう前の集会のやつを。よし、OK、おらん。ああ!なん、ちょっ、あ、ごめん!2発目いった、2発目いってもうた。俺はお前が悪いねん。お前が悪いやからな。お前が悪いねん。急に角から出てくる人が悪い。急に角から出てくるのが悪いねん。俺は何も悪ない。俺は何も悪ない。俺は何も悪くねえど。まあ、見てたんな、みんな。あいつが悪いよな。あいつが悪いよな。見てたんな、みんな。寝てたらしまいやねん。お前のゾンビ室はそこで終わってん。ひょうきん。おい、ひょうきん、起きろ。死んだふりすんなよ、ゾンビが。ゾンビが死んだふりしてんじゃねえぞ。ハゲてますて。ハゲてますて。なんで立ち上がるんですか、わざわざ。苦しむだけだというのに。苦しむだけだというのに。なぜあがくんですか、あなた。さあ、もう構えながら行くぞ。構えながら行って。もうバン言うたら、バン言うたら投げる。バン言うたら投げる。バン言うたら投げる。あ、お疲れ。上から押してくれやろ。知ってんねん。お疲れ。お疲れっす。起き上がんな。畳んでって言ったやろ、お前。とりあえず、ここは食らっていく。さあ、食うてみろ。腹壊しても死んねえぞ。
腹壊しても知らねえぞ。焦げたしまい、こうなったらしまいねん。こうなったら全てが終わってるからな。勝負は決まってるんだよ。お前、俺に立てついたその瞬間からてめえの死は消していたんだよ。お疲れっす。お前はもう死んでいる。落ちてくるやつおったよな。落ちてくる不届き者がおるからな。落ちてこい、落ちてこい。急やん。ゾンビが何ゲーをやってんの。お前、そういうのは飲み会でやれ。そういうゲーは飲み会でやってください。ハゲてますて。ハゲてますて。ハゲてますて。あれやでな、ナイフ縛りって簡単なところはとことん簡単やでな。思ったら。簡単なところはとことん簡単やんな。こっからピーマン来たんかな。どっかにピーマンいるんでしょうね。あ、ちいっす。とりあえずこっちに一旦引く。こっちに一旦引くやん。どうしようかな。ええかこうしやからな。さあ、来いや。かかって来いや。急に角から出てくるんじゃない。お前にしろ、ピーマンにしろ。でもな、そうなったらお前やねん。お前すでに勝負は消してる。うつ伏せになったら終わりやねん。よし、今回ここまでするわ。精神力的な問題でな、今回ここまでするわ。さあ、ほんなら次回は、リッカーをいかにスルーしながら電気をつけるかっていう。あ、ちゃうわ。あそこも電気つけんで。あ、つけなあかんのか。つけたサバールームにナイフあったよな。覚えてるわ、それは。そうやな。まあ、次回はいかにリッカーとピーマンをスルーしていくかって、そういうゲームやな。まあ、そこでクリアできるか積むかが変わってくるから。まあ、次回が、まあ、その勝負の分かれ目よ。というわけで、今回はここまで。今回も最後まで見てくださった方はどうもありがとう。See you next time! バイバイ。次回、また遊びに来てな。ほな。